こちらがミス火炎木の身体検査レポートです。どうぞ。おや、気が利くな。セージゾピクロンの湿布まで用意してくれたみたいだ。幻覚が強すぎて睡眠に影響が出た時はこれを使うといい。はい、ありがとうございます。でもまずコーチに見せてからじゃないと使っていいかわからないかも。安心するといい。キャンベル審判の審査には通ってる。セージ、ミントと幻覚水のおかげで副作用がいい感じに中和されている。でもお前ラッキーな方だったんだぜ。古い地図によりゃ、お前がつまずいたとこにはかつて百段もの階段があったらしい。いい時代に生まれてよかったな。危うく大怪我をするとこだったぞ。その時もしお前の頭に何か起きても、水を吐こうが火を吐こうが知る者はいな。ん？ここで待ってろ。人を呼んでくる。ありゃ本物の変人だからな。こういう問題はあいつに任せた方がいい。さっきの医者の口から聞いた最も不安になる言葉だったわ。でもね、あんたいい加減手を離しなさいよ。血の巡りが悪くなっちゃうでしょ。わかった。でも、もう少しだけ繋いでてくれる？ちょっと緊張してて。して、そんでもって手を離して。私だって血と肉でできてんだからね、スイートハート。なんて珍しい病例でしょうか。学会じゃもう数十年生きてるサンプルを見たことがないらしいですよ。とても興奮するニュースです。お知らせしてくれてありがとうございます、ドクターメディスンポケット。改まらなくていいよ、我が友エズラ。お前がくれた奇妙なキノコを忘れちゃいないぜ。でも次にくれる時はラプラスに記録されないようにだともっと嬉しい。まあいい、この話はまた今度でいい。さ、彼女に会ってこい。きっとお前のアルカナム論文の役に立つ。はい、行ってきます。お気遣いありがとうございます。会えるのが待ち遠しいや。何？私のこと？もちろん、ミス火炎木。僕は君のために来たんです。君のカルテと炎の成分検査リストはもうチェック済みです。炎内部の温度、燃料およびここ数日の君の体調についても把握しています。記録リストを作成してみましたので、どうか目を通してください。
現在は比較的安定した状態ですが、まだ成長発育期です。より刺激の少ない香りも充実した方法で実験を行うことをお勧めします。さあ、この水探しのワンドに3回まばたきを。そしてここになるべくそっとと息をかけてください。何これ。おっと、そうじゃない。もっとそっと、小さな声です。このロカネットの胞子が散らないようにしてください。瞬きして、それから息をかける。ふぅ、それを巻いて水探しのワンドに固定して、っと、もう少し待てばいいですからね。お医者さん、私の頭大丈夫ですか？なんだか、キノコの匂いがする。これは確かにキノコの一部だけど、僕はお医者さんじゃないです。失礼、ミス火炎木。嬉しすぎて、自己紹介を忘れてました。こんにちは、エズラです。ラプラスオーストラリア支部所属の人間研究員です。現地のキノコと菌類の多様性研究を主に担当してます。お会いできて嬉しいです。お医者さんじゃない、研究員、それに人間、専門はキノコ。そうです、アルカナム研究チームの一員にはなれなかったですが、キノコが好きなんです。今の仕事がとても気に入ってます。じゃあ、あなたに私の病気を見るようにしたのは、つまり私はレッドドラゴンの血統はないけど、キノコの血統がある。炎を吹くキノコがある。いいえ、僕は君の診察に来たわけじゃありません、ミス火炎木。君はとても健康です。レントゲン結果は正常でしたし、体調は良好です。厳密に言って君は僕が見てきた中で最も健康的な人です。あ、やっと事情が分かってる人が来たわ。詐欺が見抜かれたんなら幻覚がないのも当然。信じがたい火を吹く怪談だって。いいえ、彼女は嘘をついてません。ここをご覧ください。分析によれば、この炎の核心にある黒曜石のかけらは平均的に22層に分かれてます。こういった構造は現代のものではなく、数千年前の古代のものです。何それ、一体どっちの味方なのよ。理解しにくいですか？聞いたことは空虚で、見たことは実在である。5分ほど時間をください。皆さんは、リンネ社という言葉をご存知ですか？
小なアルカニストの血筋で、触発方法、触発確率にはランダム性に満ちているので、発見されることも観測することも稀です。その中で一番知られているケースは、ロンドン在住のドロシーです。彼女は自宅の階段から転げ落ちて、呼吸、心拍と全ての生体反応を失ったのです。そして再び目を覚ますと、古代エジプトのベトリスティになっていました。それってもしかして。ミス・カエンボクはリンネ社です。幻覚だと思われているのは脳部損傷ではなく、彼女の過去で本当にあった出来事です。過去の事例からすると、混乱やある程度の期間、長いか短いかは場合によりますが、戸惑いの状態を経て、最終的には完全に過去の彼女になります。そんなのありえないでしょ。リンネ社だなんて新聞紙を売るための嘘でしかないってみんな知ってる。その通りです。わざとらしいショー、それが目下リンネ社に対する主流的な意見です。ドロシーのエジプト語学習経験と考古学者の身分のせいで、彼女の血統について多くの議論が展開されました。そして大衆も長年彼女以外の倫理者を見たことがなかったので、合理的な流れだと思います。ですが20世紀の初めに、ドロシーが運命のような長い階段から転げ落ちたと同時に、ラプラス計算科学研究センターはオーストラリア支部を創立し、現地の菌類に対する調査計画を展開しました。つまりもう一つの新しいリンネ社を研究する道が、オーストラリアのハニーマッシュルーム軍隊のように、人々が見えない土の中でこっそり展開され始めたのです。事実は雄弁を打ち負かします。証明させてください。ドクターメディスンポケット、どうか電気を消してください。ありがとうございます。リンネについて議論する際、魂が存在するかどうかが最初の議題になります。魂だけが一つの存在を乗せる器だとすれば、肉体が死滅した後、その巨大なネットに延々と存続するしかないのです。ネット？何の？幾何学の基礎をなす仮説についてから延伸された研究の学説は、世界を恒常、広範で無形であるがゆえにどこにも見当たらないが、至る場所に存在する隠れた網状のものと比喩したのです。リンネ社とは、新聞だと人の魂が A 点で落下し、理由もなく B 点で現れる奇跡だと言っていたね。その通りです、ミス・ベルティ。リンネ社についてお詳しいんですね。輪廻者を不可思議で不確定性に満ちていると形容した報道がありましたが、実は僕たちはそれに近寄ることができず、まだ明確な原理を見出せてはいないからです。何か指に光ったかけらがついてる。教科書で見た神経系のイラストみたい。
鋭い直感ですね。さすがアルカニスト。菌類軍隊と人脳神経の類似性はキノコ学術団体の最新の研究方向です。すでにそれなりの進展を得ています。そこがキノコ研究の重要なとこです。ここで近寄らずとも人脳神経の王妃と原因を観察できるんです。それってつまり空中にあるこれ、キノコ？土の下にある菌の群体、オーストラリアのハニーマッシュルームです。植物の根茎に腐敗をもたらす一種の植物病原菌です。オーストラリア東南部のユーカリ栽培園で発見されました。1970年代末、ラプラス研究員は環境維持に介入し、それは胞子を通じて散布されるのではなく、地中に隠れ菌糸の形態で森中を覆っていることが分かりました。あの隠れたネットと似てる？そうです。土の下に埋もれ A 点に落下し、理由もなく B 点に現れる奇跡。ハニーマッシュルームはリンネ社の由来を完璧に再現しています。そしてミス火炎木がかけた吐息、少量の唾液に水探しのワンドを組み合わせれば、彼女だけのネットと進行経路を編み出すことができます。すると彼女はリード役のオムファロツスニディフォルミスを注視して発光させた。おむ、何？これってゴースト菌じゃないの？そう、つまりはゴースト菌です。蛍光を発し、夜中で輝きます。より古い歴史では、菌河と呼ばれ、精神と魂を意味する言葉です。つまり、人の脳で輝く、神の知恵が宿った火花を指しています。キノコは火炎木のネットを真似した。じゃあこの二つの光は？僕たちの近くにあるこれは現在のミス火炎木からのもの。そして遠くにある明るくて色が深いものが彼女の症状を引き起こしています。つまりあれは過去の私？そして私は、どんどん、彼女になっていく。5分過ぎました。ちょうどいい時間でしたね。ミス・サンド・フランデル。お具合は？私とぶつかったせいでこんなに大ごとになるなんて、一体いくら弁償したらいいのよ。これからの人生どうなっちゃうわけ？ミス・サンド・フランネル？あ、爪を噛むのはやめましょう。怪我をしてしまいます。私なら大丈夫よ。あんた何か用？はい。お具合はどうですか？僕の説明、わかりやすかったですか？私は、この子の一族は、ドラゴンエッグを抱えたことはないみたいだけど、トカゲの可能性はないの？何らかのイニシエのトカゲよ！とにかく、リンネ社なんてありえないわ！ですが、その論点は道理に合いません。道理に合わないって何よ。この子、口から炎を吐き出したのよ。私の唯一の家族はピクセルでできたエミューよ。この世に不可能なことなんてないわ。ちょっと
と話についていけないのですが。ミス・サンド・フランネルのせいでないのは分かっています。アルカニストの天性のせいで、情緒に左右されてしまい、ヒステリー症状や幻覚を引き起こしやすくなっているのかも。僕と手をつないでください。アルカニストを落ち着かせる授業を受けたことがあります。一緒に深呼吸しましょう。息を吸って、吐いて。はぁ？ヒステリーなんかじゃないわよ！そうだよ！あなたにアルカニストの何がわかるっていうのさ！アルカニストじゃないくせに！みんな悪意はありませんよ、ミス火炎木。僕はお二人の力になりたいだけです。力に？何の？力になるって人のことを頭おかしいって言い張ること？人のこと情緒不安定なんて呼ぶ人間大っ嫌い。みんな。いいえ、それは違います、ミス火炎木。僕は一個人を指しているのではありません。生物学上アルカニストはよりデリケートで影響を受けやすいのです。僕はアルカニストが好きです。菌類が好きなのと同じようにちゃんと研究もしています。ん？あの、煙の匂いがしませんか？炎！私の炎！いつの間にこんなに燃えたんだろう？さっきから知らせようとしてたんだけど、炎はトカゲの論争中にどんどん勢いを増してた。もうすぐラプラスの保安員がここに来るだろうね。我々はラプラス附属病院の保安チームです。患者と関係者でない方は避難指示に従い部屋から退去するように。レベル2の火事と判定、消火処理を実行します。出火元はすでに確定済み。バブルカンガルー3号消火器使用許可を申請する。あ、待って、ちょっと待って、炎を消しちゃダメ。これは大事な、とても大事なものなんだよ。どうしてかはわからないけど、とにかく大事なの。バブルカンガルーは火を見るなり殴りかかっちゃう。それはダメ。君のために守ってあげるから心配しないで。はい、もうバブルケイトはついてませんよ。よかった、ありがとうございます。まだちょっとカンガルーの匂いがするけど、だいぶ良くなりました。アルカナムが喚起される初期のアルカニストの能力制御不能率は 74.3% だと言われています。ですがそれはラプラス附属病院の診療室内で放火をしていい理由にはなりません。また炎を守るためラプラスの保安員と衝突すべきでもないのです。はい、ごめんなさい、わざとじゃないんです。どうして炎が突然あんなに燃え上がったのか、気
昨日からずっと初めてのことだらけで、もちろん異常に気づけなかったのは私の責任です。さっきは言い争いでカッとなってしまって。不幸中の幸いは、火事はまだ制御できるレベルだったことです。彼らはバブルカンガルー消火器を使い、死傷者を出さずに済みました。事件中の情緒変化および体調反応をこの紙に記録してください。我々はあなたの健康状態を持続的に観測します。集中タブレットはあそこのデスク上に置いてあります。下の引き出しにはブランケットと2型安全 PMMA 密閉ケースがあります。そこに危険物を保管してください。はい、わかりました。あなたはまだ不安定な状態なので、ここでしっかり休んでください。あまり動き回らないように。何か必要になった時は左手にあるブザーを押してください。すぐに看護師が駆けつけますから。よし、部屋をもう一個燃やしちゃわないように。彼女が言ってたケースは、あった。自由が大事だってのは分かってるよ、炎。でもこれ以外の方法がないんだよ。ごめんね。先生が火は酸素がないと燃焼できないって言ってた。だから小さい口を開けておくね。私はずっと会いたかった。喋ってる。ウルル運動会に戻らないと。